じゃあ行こ。研ぎ澄ませ。正体を見せろ。さて、いいぞ、いい調子だ。暴いてやる。どんな扱いも知らないよ。先制攻撃チャンスだ。いけ。ちゃんとやるな。メルソナ、キャプテンキッド。カール、やるじゃないか。カール、やるじゃないか。動くんじゃねえぞ。いいかやるぞ。よし。あれ、楽勝すぎた？正体を見せろ。怖いところだ。よし、祝福属性が弱点だ。持ってるか。我らの恐ろしさを味わえ。いいかやるぞ。お掃除完了。撃破！ちょっと余裕すぎだろ。暴いてやる。奪え！キッド！ベルソナ！
すれば弱点が引けるのか。オッケー、よし、バトンタッチでさらに無理だ。踊れカルメン、無理撃破ハンサー、みんなガズの感じ、無理撃破ハンサー、捨てくれ、ホルダー、いい声やるぞ。綺麗なバラにはトゲがあんの。よし、あれ楽勝すぎた。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。レベルアップだ。さて、楽勝すぎてあくびが出るぜ。なあ、なあ、
この感じ、セーフルームがあるかもしれんな。よしよし。どうやって進んだらいいの？どっかに仕掛けでもあんのか？見当もつかねえ。我が輩の出番だな。モナ？怪しい場所に心当たりがある。と言ってもこの現実の屋敷の方にな。忘れたか？あの美術館はここなんだぜ。実は前に来た時に偵察してある。お前、あん時花からそのつもりで？その通りだ。暇だったからでしょ。でどこなんだそれ？2階の一番奥だ。不自然にごつい鍵がかかってた。鍵かけるってことは見られちゃまずいってことだよね。けど俺たちがこじ開けてるのはここじゃなくてパレスだぜ。扉をマダラメ本人の目の前で開けんなさ。要は扉は開けられないっていうマダラメの認知を変えるんだ。つまりマダラメの家のその扉を開けるとパレスのあれも一人でに開くって。なんかピンとこねえな。本当にできんのかよ。我が輩を信じろ。必ず開くはず。ジョーカーならわかるだろう。そうだけどよ。なんだよ、試す価値くらいあんだろ。けどやるとしても現実の方にもごつい鍵があるんでしょ。我が輩にかかればヘアピン1本で楽勝さ。でも多少はかかる。さすがにこじ開けるところから全部まだらめの前でこなすのは無理だ。ほんのちょっとの間目をそらしておいてくれる人がいん。つうか屋敷に入んのもどうやるかな。無理に入ったら今度こそ通報だし。何？やっぱヌードしかなくね。はあ？奇遇だぜリュウジ。同じこと考えてた。ふざけてんの？別にマジで抜けとは言ってねえよ。マダラメの家に怪しまれず入るにはそれが一番の口実だ。アンドノに一芝居打ってもらいたい。急に言われても。それにその鍵のかかってる場所私知らないよ。大丈夫、我が輩も同行する。けど実質私一人じゃん。最悪バレた時どうするの？パレスに逃げ込むとか。それ大丈夫なの？解決にって
誰か自信なさげに言わないでよ。私がおとりやるしかない。例えばほらあれ、あの、あないです。ちょっとユウスケを騙して部屋に連れて行かせてちゃちゃっと開けるだけじゃん。簡単に言って他に方法ないんじゃ。仕方ない、仕方ない、仕方ないか。ああもうやるわよ、正義のためだもん。本当なんとかしてよ。アンドノのためなら我が輩爪全部折れても引っかくのをやめない。頼んだぞモルガナ、ユウスケに気づかれんなよ。無理に脱がそうとしてきたらあの家ぶっ壊す。てかここまでやってパレス開かなかったら暴れるからね。どの道悪事の裏取りしようって流れだし無駄にはなんねえよ。よし早速明日な。明日？早い方がいいに決まってんだろ。え、でも、そう、北川くんがいいって言うかな。なの、私、明日じゃねえと無理とか、そんなんでよくね。よし。Thank you.
わかるかしら。よくできました。頼むぜ。本当に来てくれるなんて。連絡くれた時は嘘だと思った。ごめんね急で。とんでもない。ただ昨日伝えた通り、今日は先生がもう2、30分もすると戻られる。その気を使わせてしまうかもしれないね。だから今日来たんだっつうの。何か？ううん、何でも。ところで少し太った。変わってないんだけど、むくんでんのかな。じゃあとりあえずここで用意いいか。脱げばいいのね。頼む。恥ずかしいからあっち向いてて。きつかった。きつい。俺は
芸術をやってるんだ。こっち見ちゃダメだからね。てか先生そろそろだよね。確かそのそうねえ、場所変えられない。ここで十分な気が。鍵かかるとこのがよくな。鍵、女の子に言わせる気。あ、鍵のついた部屋なんて先生の。じゃあそこ無理だ。それは大事、俺は鍵を持って。やっぱないってよ。大丈夫だぜ、そのための我が輩だ、このヘアピンで。高牧さん、そろそろ。こんなに来てたのか。今日寒くない？そうかな。まあ確かに日も傾いてきたが。でしょ。だから他だって脱ぐんだし。確かにモデルの気分を盛り上げた方がいい絵になるか。そうそう、そういうこと。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？アンドの演技、演技だぜ。もう早く、せっかくその気になってきたのに。待ってくれ、勝手なことをされると先生に。他の部屋はダメだと。ねえ、この待ってくれって頼んだからね、モナ。あいつらマジで大丈夫か。演技で誘惑してみせるとかだいぶハードル高いこと言ってたけどな。行く気配全然ねえぞ。もうすぐマダラメが帰ってくんだよな。つかよ、鍵をモナが開けられたとしてマダラメに見せるって難しくね。見せたとしても普通すぐ閉めんだろ。チャンスって一瞬しかなくね。ぶっちゃけこの作戦うまくいったら奇跡じゃね。そろだな。ちょっといい加減に。この奥ってなーに。それはモルガナが言ってたのはこの先。ダメだと言ってるのに。遅っ。猫の手じゃやりづれ。どうかしたのか。あ、この部屋は古い絵の保管庫だ。保管庫。ねえ北川くん、この中でどう。誰にも絶対見つからない場所の方が。ここは先生しか入れない。お願い、二人っきりになりたいの。静かなとこで誰にも邪魔されない感じのと。大丈夫か、その棒読み。集中して。伝わらないのがもどかしくて。北川くん、私みたいな女の子嫌い。そんなことは。
効いてる？マジか。いいでしょ、続きはな。あ、いや、そこはダメなんだ。それに鍵が。じゃあもういい、恥ずかしい。そんな。じゃあここね、いい。困ったな。帰ったぞ。すゆうすけ。よし、開いた。そこで何をし、これは違うんです。その中は、何も起きねえ。あいつら、ま、おっと、そうだ、すぐに閉じるかもし、行こうぜ。よっしゃ。悪いな。セキュリティを突破してきたのか。どうしてなるものか。マダラネ様のお前らなんて眼中にねえんだよ。ここでヘマしてアンにどやされる方がよっぽど怖い。ベルサマ、くさばれ。そんな、ヘッドリング食らえ。
まずいよ。電気、これ？これは？この絵、確か、さゆり？なんでこんな。俺に聞かれても。出て行け！先生、これは？見られてしまったのなら、もう黙って。実は、借金を抱えている。このさゆりは、私自身が模写をして特別なルートで売ってもらっているんだ。どうして？本物のさゆりは昔の弟子に盗まれてしまった。厳しくしすぎたことを恨んだのかもしれん。そのことがひどくショックでな。以来私はスランプに陥っている。苦悩から弟子の着想を譲ってもらったことがあるのも事実だ。このままではいかんと、私は何度かさゆりの再現を試みた。だが出来上がるのは所詮もし。そんな時、その模写でいいから譲ってほしいという人が現れてな。全て私の責任だ。有名税というのを払いきれなかったも期待され、活動を広げていかねば多くの方々に迷惑がかかるようになった。お前の才能を伸ばすにも金がいる。不甲斐ない死をどうか許してくれ。やめてください。なんか変。元の絵が盗まれたのに、どうやって模写したの？画集用の精密な写真が残っていてね。写真のさらに模写が売れたの？よくわかんないけど、絵とか買う人ってそれなりに芸術わかる人なんじゃないの？嘘っぽいんだよね。お前に何がわかる？とにかく違和感があるってこと。アンドロ、これだけ何か違う。さゆり、これは本物のさゆり。さっき盗まれたって。模写だ。いや、これは模写じゃない。この絵に支えられてここまでやってきたんです。まさか先生。それは偽物。そうだ、贋作だ。迷惑な贋作があると聞いて買い取ったのだ。本家が贋作を買ったっての？それ無理ありすぎでしょ。先生は嘘をついてる。さゆりの真実話して。お前まで。警備会社に通報してやったわ。嘘。迷惑な三流記者対策のつもりだったが、飛んだところで役立ったわ。待ってください、話を。話なら警察でしてくるといい。お前も。アンドロ、走るぞ。猫、どこから。無駄だ、2分と経たずに。竹巻さん。よっしゃ、行くか。よっしゃ。
こう。よっしゃ。あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。着ぐるみには見覚えがないが、何なんだここ。心の中よ、まだらめの先生の心の中。高巻さん、悪いが気は。嘘じゃねえ、これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。でたらめを言うな。北川君だって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。それは信じたくないかもしれないけど、ここはまだらめが見ているもう一つの現実、まだらめの本性なの。こんなおぞましい世界が、お前ら腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生など。目覚ませって。だがそれでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。許すってのかよ、このままじゃお前。大丈夫？頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる。さっさとずらかるぞ。いや結構だ。出口は目の前だってのに。誰？うそ。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。
ようこそ、マダラメ画伯の美術館へ。先生、その姿。最低。嘘ですよね。あんなみすぼらしい格好は演出だ。有名になってもあばら屋暮らし、別宅があるのだよ。ハハハハ、青いの。なぜ盗まれたはずのさゆりが保管庫に。本物があるのになぜたくさんの模写を。聞かせてくれ、あなたが先生だというのなら。まだ気づかんのか、青二歳目。盗まれたなど私が流したデマだ。全部計算し尽くされた演出なのだよ。どういう。例えばこんなのはどうだ。本物が見つかったが公にできない事情がある。特別価格で譲りたい。どうだこの特別感。俗人どもは大枚はたいて食いついてくる。そんな。絵の価値など所詮は思い込み。ならばこれも正当な経済行為だ。まあガキには想像できんだろうがな。さっきから金金金。道理でこんな気持ち悪い美術館ができるわけだぜ。てかあんた芸術家なんでしょ。盗作とか恥ずかしくないわけ。芸術など道具に過ぎぬわ。金と名声のためのな。お前にも稼がせてもらったぞ、ユウスケ。ムカつくけどよ、あれがお前の師匠だ。なら、あなたの才能を信じている者は、天才画家と信じてきた人々は。これだけは言っておいてやる。この世界でやっていきたいのなら、私に歯向かわぬことだ。私に意を挟まれて出世できると思うか。こんなやつの。ただの善意で引き取ったとでも思っておったのか。有能な弟子を集め着想を吸い上げれば才能ある目障りな新芽も摘み取れる。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。なんてこと。家畜は毛皮も肉も剥ぎ取って殺すだろうが同じだ、バカ者め。喋り疲れたわい。そろそろ許せ。うん、許すものか。お前が誰だろうと。長年飼ってやったのに結局は仇で返すか、クソガキめ。者ども、続行しますしろ。さ、面白い。え事実は小説よりきなりか。北川君。そんなはずはないと、長い間俺は自分の瞳を曇らせてきた。人の心眼すら見抜けぬ節穴とは、
まさに俺のマナコだったか。ようやっと目が覚めたかい。真実から目を背ける貴様こそが何より無様なマガイム。たった今決別するのだな。いざや契約ここに結ば。我は汝、汝は我。人世の美醜の誠のいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、ゴエモン。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪、俗悪は滅びる定め。おりゃ、すごいぞ。ふん、生きがいよって、何も知らずに死んでる不がいいわ。出られ、出られ。貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何人踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。望むところだ。様の御前である。図が高いぞ、侵入者ども。勉強させてもらったよ、マダラメ。心眼を見抜くには時に冷徹さがいること、心置きなく貴様を見定めさせてもらう。俺のゴエモンと共に変装だ。蹴散らせ、ゴエモン。系の道、あらゆる手を使って刈り取っ、まだら私に歯向かったことを一生、
北川くん、なんて動かない。体力限界でしょ。無理されても足手まといだから。情けない。言うこと聞いとけって。本当はずっと前から気づいてたんでしょ。俺はそんなに数年前から妙な連中が出入りするようになったし、盗作も日常茶飯事だったけど、そんなの認めたくないじゃないか。世話になった人がそんな。どうして北川君はマダラメのとこを出ていかなかったの。さゆりを書いた人だし、それに特別な恩義もある。育ててもらったからか。俺には父がいない。母親が一人で育ててくれたらしいが、その母も俺が三つの時事故で死んだ。その時俺は先生に拾われたんだ。母も生前先生の世話になっていたらしい。らしい？母のことも正直あまり覚えていない。だから先生を親と思って尽くしてきたつもりだったが、先生は変わってしまった。自分の原点であるさゆりまでもあんな風に。いろいろあったんだ。お前たちが盗作だのと言ってきた時、内心じゃ気づいていたんだ。だからこそ拒んでしまった。俺は逃げてたんだ。すまない。自分をごまかしてきたことと向き合う、そのきっかけをくれて感謝。真面目すぎんだよお前。そんなんだから行き詰まっちまうんだよ。俺なんかもっと適当だぜ。本当そう。これからどうするんだ。わからない。まだらめが変わっちまったもんはもうしょうがねえけどよ、俺たちなら心を変えられんだ。そういえば改心がどうとか言ってたな。聞いたことねえか、心を盗む怪盗団の噂。まさか。と、やべ。話は後だ、逃げるぞ。こんなもの着ていたか。今さらかよ。説明は全部あと。走っ。なるほど。それでその体育教師は心が入れ替わったと。心を盗む怪盗、実在したとはな。ああ、信じるしかない。あんな世界を見た後じゃな。それでお前たちはマダラメ先生、マダラメを改心させるつもりってことか。俺も加えてくれ、怪盗団に。もっと早く現実を見ていればこうはならなかったのかもしれない。画家としての未来を奪われた多くの門下生のためにも俺が終わらせなければ。
りなりにも親だった男へのせめてもの礼儀だ。礼儀か。いいんじゃねえの、どうせまだらめやんだしよ。失敗すると廃人になるかもだぜ。防ぐ方法も分かっちゃいるが絶対はない。日掛けに話したよな。まだらめは美術界を牛耳る存在だ。あらゆる団体とコネクションを持っている。俺ごときが声を上げたってもみ消されるだけだ。やるしかない。北川君、取引成立だぜ。怪盗団の仲間が増えたね。足引っ張んなよ。全処しよう。ああ、ご指導願おう。で、そういえば現実のまだらめどうなったかな。私とユウスケ相当ヤバい状況だったけど。それならここへ来る前に連絡を取った。俺は高巻さんを追いかけていたことになってる。それと君らの説明通りシャドウとのことは本人は知らないようだ。あいつなんて。女子高生一人捕まえられないのかと警備会社に愚痴っていたよ。でも怒りが収まらないようで全員告訴してやると言っていた。相当警戒されてんぜ。それ告訴とか必死すぎでしょ。実はまだ何か隠してるとか。動くとしても個展を終えてからだろう。期間中に秋分が経つのは向こうが損だ。ムードの件が済んだと思ったらこれか。告訴を回避するにもその前に改心だな。やっぱり作戦期間は個展の会期中ってことだな。ところで、これはな。あ？猫だけど。喋ってるか？文句あるのか？いや、そうじゃないが。なんで？ちょっと人とテンポ違うよね。この我が輩を描こうってのか。ちゃんと素材の良さを引き出せよ。気安く触んじゃ。黒あんみつを注文しようと思ってな。黒猫から連想したなこいつ。やっぱこの人変。おい、いや
いや違うだろう。よ、よし、いいか？よく聞け。だよな。
おや。さてと。成敗してやろうぜ。いいか？では、作戦会議を始めようか。終了っと。よし、行こっか。そうだ、新入りのコードネーム決めてなかったな。ここはキツネでしょ。ちげえね。インパクトあるしな。俺のことか。こっちでの名前何がいい？ダヴィンチかな。ボツ。キツネの面に妙な尻尾だろ。よし、油揚げだ。まあよかろう。オッケー、仕上がった。決まりだな、油揚げ。やめろっつーの。ジョーカー、なんか別のない？ああ、横文字にしとく感じね。どうだ、フォックス。別に構わん。決まりだ、行くぜ。よく聞け。
ょうか。よっしゃ。あのさ、ありがとう。ちょっといいか。世話をかける。よし、とりあえずここまで来たな。書くか。探索を再開。暴いてやる。よし、こちら、これは火炎に弱い敵だな。変装だ。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。いけ。もういいぞ、ボクス。騙すぎりにしてやる。これで終わりだ。これで幕引きだ。さて、俺の敵じゃねえぜ。
何か。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。電撃が弱点だな。うまく狙え。彼はもう一人の俺だ。レモン。もう、いいぞ、属性。行くぞ。蹴散らせ、レモン。
かなり手強い相手だったな。焦ったぜ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。弱点は見当たらないな。ベルトだ。くらいなよ。ベルトだ。しぶとい。の手があるはず。ホッパテング、そこか。おお、ジョーカーがクイーン。ヘルスだ。くらえ。ジョーカーがクイーン。やれやれ、人間め。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。さて、暴いてやる。この程度か。感じるぞ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。弱点は見当たらないな。さて、どこかに。暴いてやる。Yeah.
呪音が効かないから気をつけるんだぞ。変装だ。そこを解け。ベルトマン、くたばれ。変装だ。さて、シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだろ。ジョーカー宝箱だ。感じるぞ。おい、何か。感じるぞ。
研ぎ澄ませ。
宝箱発見、早く開けようぜ。お、
性が弱点だ。持ってるか。火炎は効かないぞ。気をつけろ。そんな、そこが。ゲーサーククイーン。これで終わりだ。先を急ぐとしよう。ふん、暴いてやる。さて、今の大したことなかったね。さて、腕を洗うより手薄い。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。いけ。これは火炎に弱い敵だな。さて、この程度俺一人で十分だ。感じるぞ、感じるぞ。やっと休めるよ。